笠木山勝一は奈良県伊駒郡出身の元大相撲力士。本名は中村寛二。1911年1月7日に奈良県伊駒郡で生まれる。小学生の時から相撲で活躍し、小学6年生では大阪毎日新聞社が主催した奈良県学童相撲で優勝する実力を身につけた。奈良県立郡山中学校では相撲を離れて、 柔道部に所属していたが、1928年に、日立山谷上門の叔父である、内藤隆二の推薦で出羽の海部屋へ入門した。しかし、学業を終了していなかったため、東京、早稲田中学校へ転校して、部屋から中学校へ通う生活を続けていた。早稲田中学校でも柔道部に所属したが、大きな体を見込まれて、 早稲田第一高等学院門下へ進学してからは、大学の相撲大会にも出場した。それでも相撲部の合宿や部屋の巡業に参加し始めると学業に支障をきたすようになったので、1930年に、早稲田大学専門部政治経済科へ転入し、相撲でも、大会で、団体優勝に貢献するなど、全国的に名が知れ渡った。ではの海からは、 大学を卒業するまでは本場所の土俵を踏まないようにと厳しく言われていたが、春十円事件によって職業歴史への転校を申し出ると出羽の海が特別に初土俵を許可したことで、1932年2月場所において幕下付けでで初土俵を踏んだ。四個名の笠木さんは出羽の海が命名した。1933年1月場所で、 新十両昇進を果たすが、早稲田大学を卒業する前に昇進していたため、関取として、卒業式には清掃である大井町を言って出席した。1935年1月場所では11戦全勝での十両優勝を果たし、同年5月場所で新入幕を果たした。それ以降も順調に出世し、1937年1月場所で、 関分けへ昇進した。三役は通算で三場所務めたが、いずれも十敗と大きく負け越したため、一場所で平幕へ降格となった。双葉山定時が40連勝、50連勝と徐々に連勝記録を伸ばしていくと、出羽の海部屋一門では、打倒双葉を合言葉に、双葉山に勝利して、連勝記録を止めるための対策、研究に明け暮れる日々が続いていた。 その参謀役を任されたのが、笠木さんで、雑誌、改造に、横綱双葉山論として、双葉山に勝利するための対策を論文にして、寄稿した。この成果は、1939年1月場所4日目に、自らが授けた作戦によって、安芸の海雪尾が連勝を止めたことで名を挙げたが、笠木山自身は、本場所で一度も勝利することができなかった。 双葉山には一度も勝利できなかったが、立浪三場ガラスと呼ばれた三力士の残り二名には、強く、1944年1月場所では、羽黒山を得意とする二枚蹴りで破るなどを活躍した。1945年11月場所の番付に、名前を残したまま、現役を引退、年寄り、州の山を襲名した。断髪式は、 母校、早稲田大学の大熊講堂で行ったが、現役時代に、早稲田大学から化粧回しを送られており、それを締めた写真も現存している。引退後も、頭脳名跡の笠木山には、多くの仕事や依頼が舞い込み、1955年の、決まり手70手の制定や、公認相撲規則の条文化を行った。時塚ゼ理事長の片腕として活躍し、 協会のスポークスマンとして、アナウンサーと間違われるほどの流暢明快な、語り口で、物言い協議の場内説明役を担当した。1960年12月には、日本相撲協会が、財団法人化35周年を記念した式典が、行われ、時塚ゼリ事長へ挨拶状を手渡すこととなっていたが、事務室に置き忘れたために慌てて取りに戻る一幕も、あった。 笠木さんの妻が、日立山の孫娘に当たるため、1960年に、ではの海が亡くなった際には、部屋の後継者とされたが、血縁を理由に辞退して、ではの花国史に継承させ、自らは譲る形になった。1971年8月11日遺願で、死去、60歳没。亡くなる直前まで、雑誌、相撲に、自伝小説を連載していたが、 笠木さんの急死によって未完に終わった。没後に、十五位、君4等随法賞が送られている。ABCDEF ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、ではの海部屋、春日のノ部屋 P26。ありがとうございます。